ましょう。はい、はい、なんかたわしで洗わんばって言いよったね。どこが見よらんやった。あ、見よった。おだまさん見たろ。先ば切らんばやったね。先も切ってましたね。え、でも切りよんさったよね。ポーンって切るんだ。ポーンって落とす。うわ、詰まっとっぱい。成長しとっちゃない、結構。ついで、で、ここら辺からこれも切り落とすと。うん、どこ、もうほんとこの1個目の下ぐらいでよかったと思う。うん、見らんで探しよったけんね、俺。見とけって話よ ね、 ね。してでも半分に、はい、真っ二つ。真っ二つ。へえ。お、スパンって切るんで、で、皮剥いて、皮剥いて、あ、払う。あ、じゃあこれ、これ、これこっちに渡すけん、これこっちは処理してんのか。竹神様のやり方はこう。竹神様ね。うん、で、この赤いイボイボってこうやって取るんだって。はい、中華ダメですか、あれですか。これどこら辺かな。はい、これで完成。ここかな。そんぐらい行ってましたね、もう、はい、これでもあと湯がくだけ。本体だけでしたもんね、上の、なんだろう、皮の集合体みたいなところは。そう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 。まあ、美味しくけどね、って言って。これでいいんじゃない。で、これを落としてます。もう来るとこ、こちらは。うわー、ごめん、どんだ、はい、これ、こう置いてていい。はいはい。じゃあ、ここ、玉さん、お願いします、はい。これもね、このまま湯がいて美味しいって。いいよったね、これ。うわ、でもやばいな、もう。あ、これめっちゃやばくてうまそう。あ、これタケノコ入れ。そうよ、そういうことか。ゴミ入れたんですか。うん、そこで洗ったらいいかなと思って。はいはい。わー、ごめん、ごめん。最低や。いつもですもんね。マジ、ごめん。あー、これ、この通りだと思います。これのちょっとさっき、こんくらいかな、はいはい、こんくらいやね。かい、田中さんから絶対電話くやろね。あ、違うって。やり方やり方違うって。こんな感じでね、きれいにイボイボを取りました。でも、あんだけやっぱ手入れしちゃうんだよ、やっぱ。俺んとこはうまかよって言うね。言うね。うん、綺麗しとったもん。お、忘れたてよ。何個いたけど、ここに使うと。パイナップルのカリみたい。買ったら高いのかな。高いんじゃない。このここの段階までしたら高いでしょうね。あ、なるほどね。あー、生、そのまんまじゃなくてね。はい、ほったまんまは、糸まかし。あれはこんな小さくなったですかね。うん。まあでもこれ、生えたて県ちっちゃめのタケノコではあるのかな。はいはい、生えてしまえば。あのおっちゃんは、あの、俺と全く同姓同名で、漢字も全く一緒の人が近く、近所にいることは俺ちっちゃい頃から知ってて、荷物がたまーにうちに間違えてきよって、で、今日あのおっちゃんと話しよったら、俺の親友があんたと同姓同名って、家の場所を聞いたら、よう俺に荷物が間違えて送られてくる人と親友やった。で、やっちゃんのお父さんと幼なじみで家が隣同士やった。近いです ね、 ね、近い、同じ村やけんね。石を投げれば知り合いに当たると。そうそうそう。釣り横が好きで聞いたんですよね。でも、えらい見てくれよ、こたんね。えらい見ような、昼からずっと見ような。昼から寝るまでずっと見よってやる。古いやつ、朝は作業してね。入れましょう、入れましょう。はい、水からでいいみたいなんで。調べてくれたのね。はい。アク抜き開始。15分。え、じゃあこの後さ、アラカコーヒー入れて蜂蜜入れて飲む。あ、いいですね。ね。はい、じゃあこれで、はい、1時間、あ、沸騰してから1時間半ぐらいか。じゃあこのまま待ちます。はい、はい、それでは、天然のミツバチから取った蜂蜜で、はい、コーヒー飲みながら待ちたいと思います。それと、田中さんにもらったあんま、あんぱんね、あんぱん、あんぱんをちょっとこうつまみながら。マリも今日何したね、あんた。ちょうだい、なんかちょうだいって、うん、ララ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 ラ。
蜂蜜の量誰これ、これ、このくらいの人はい、そんな入れるもんほら、持っとこうそれどこに匂いするんですよ、多分砂糖だったらめっちゃいい匂い俺も大量にいるけ、ほら蜂蜜大量天然よけ、これ1瓶5000円くらいするんですよマジでねマジマジマジ蜂蜜はですね、うん、やばいですよね俺そんなコーヒー、蜂蜜を大量に入れた入れた蜂蜜が蜂蜜につけて食ってみようかな。いいですね、酢の味確かに。あ、お上品。お上品。お上品な甘さだよ。パンつけて。あ、お上品な甘さ。これコーヒー入れた後やうまかろう。相当うまかぜこれ。あ、いい蜂蜜だ。うん。めちゃくちゃお上品。うまいね。はい、おー、すごいね。はい、はい。じゃあ、お湯注ぎます。はい。これも注ぎ方コツのあったやろうけど。回しながらじゃないですか、やっぱ。そういうの全体にこう。違いの分かる男っぽく。はい、じゃあコーヒー完成しました。はい、まず、小玉さんの。はい。いっぱい。ストッピって言ってくださいね。はい、はい。はい、ありがとうございます。イエス。ありがとうございます。これ、紅茶。じゃあ、蜂蜜入りコーヒー、はい、いただきますうまいああ、美味しいあ、蜂蜜の味が分かるああすごいね、甘みあるねなんか、蜂蜜がはっきりおるねうんコーヒーに混ぜただけなのにうまいうまい普通ちょっとね、蜂蜜混ぜても別に甘くコーヒーがなったっていうだけだけど蜂蜜の香りがちゃんと残ってるあー濃い山で飲んで美味しかばいあらわねうんじゃああと1時間待ちますねはいアクが大量に出てまいりましたあとここから1時間ぐらいねあめっちゃいい香りしよるほんとあほんとだあほんと炊き込みご飯の匂いがするもん、うんうん、それ一番美味しいですもんねこれはねそれ食べてんこちゃん絶対食わコーヒーの上にそっと乗せてあーいいのかっちゃんね熱っじゃあこれで待ちますわはいめっちゃいい匂いめちゃくちゃいい匂い栗の匂いがする米の匂いや栗米あーほんとだ今まで俺らがしたらねここ地獄のようになりよったさいやじゃあ見てほらもう透き通っとる透き通ったこの色皮があったけんやろうね、はいまあ、地獄の色やってドブ水みたいになっとったよじゃこれが本物だよ本物じゃあちょっとこれに水入れながらどんどん入れるさこうこれでいいんじゃないねこれからで今回あのこうちゃんが江口鮮魚店さんから、うん、クジラの皮買ってきてくれたやろはい買ってきましたでなんか古くから日本文化でタケノコとクジラの皮煮付けが流行ってるのやろおばなとかけて俺一回もそれ食ったことない。いや、こってりした煮付けになるね、はい美味しいじゃん。で、本当材料調べたら、うん、クジラとタケノコだけで作りよったけ。そうそうそう。ちょっとそれを作ってみましょう。はい。で、あ、椎茸も入れよっか。せっかくやけ、いただいた椎茸。はい。椎茸とタケノコとクジラの煮付け。はい。一口だけね、丸くん。はい。ワンコにあげても大丈夫だったんでこの。はい。丸くん。丸くん、ちょっと気になっとったやろ。気になっとったやろ。待て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 。お座りよ待て丸いくよはい待てよしおい、3つ1つ持てんだおいしい早さ始まってもうちょっとじゃあ、刺身食べましょうなんでもないみたいな顔してます、うん、こんな感じでいいおいしそうですね取れたてのタケノコじゃあ、いただきましょういただきますここら辺が美味しそうここら辺が美味しそう先っちょほらこれ絶対美味しいやろ先っちょほらいただきますあっうめえポップコーンやうわほんとうまっポップコーンの味がするほんとポップコーンの味がするうまい見てる人には絶対分からんやろうけど、うん、キャラメルポップコーンの味がする、うん、根元もうまっ、ねうん、じゃあもう次切りますかじゃあ見てる人でみんな知ってますかあの視聴者さんコメントくださいクジラとタケノコの煮付け知ってた人ここの中ではあ俺は知ってる
歌も知ってた。知らない、ね、実家はいつもこれ。視聴者さんもコメントください。みんなどんな感じで煮付け作ってるのか。実家いまだに、いまだに、遅れとんね。これが一番タケノコがうまくなった。30年前から、飯がスムスム。スライスにしていけばいいんでしょうかね。そうそう、ちっちゃい感じよ、いつもこんな、こんなんですよね、うん、それを普通に縦に切っただけ。でもこんな長くないですよね、ここの部分。これ茹でたら長くなくなるだけですかね、うん、短くなるんじゃない。じゃあもうこのまんまで。研いでもらった包丁あるっすよ、せっかくなら。あ、はい、じゃあ江口鮮魚店さんがご厚意で研いでくれました。江口鮮魚店さんが研いでくれたんですね。そう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 、そっかそっか、商売道具ですよね。いい音してますね。これでもなんか切った感じめっちゃ美味しそう。薄く切るのこれどんくらいで。はい、薄く、そんぐらいでいいんじゃないですか。あれあれ、平政の大トロの部分みたいな。みりん、砂糖、酒、醤油、水、はい、甘い感じ。どんな感じなんだろう。薄甘、薄甘、だしって感じですかね、どっち。薄甘、OK。 うわ、油すげえ。クジラすごいですよね、うん、この太さ。料理酒、これをロウソク代わりに。あ、砂糖、ちょっとうちにしては少なめ。はい、どう切ろうかね。任せます。もうゾクゾクゾクですか。うん、もうちょっと太く、太くてもいいと思う。マジ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 。じゃあとりあえず、めっちゃ熱く、とりあえずじゃあこれ熱い。でももうこんくらいでいいんじゃない、量的に。ほら、いい、どうなんだろう。もうちょい、もうちょい入れる。はい、どんくらい煮込まんまとかは分からん。10分ぐらい。あ、そんなもんで、1回冷やしてもう1回温めて終わり。煮物の基本ですね。基本です。1回味が染み込む、冷やすときに、うん、じゃあこれでちょっと10分、もう醤油入れようかな、うん、はい。薄口がなんか上品ですね。白だしも入れます。薄口醤油をちょいと入れて、はい、上品。あ、上品やろ、うん、でも染み込んだらうまそう、ね、中身やろ。これ切る、そのままいく。半分切りますか。半分に。10分経ったので一回冷やしてもう一回入れます。これでかすぎ、これ入れます。最後に入れます。まだあれですね。え、2、30分煮込むって感じ。もうちょっとですね。あと15分、あと15分ぐらい煮込みます。鷹の爪入れたら美味しいで。あ、いいね。あの、煮込んで冷やしてもう一回煮込むだけなんで、次完成までしときますね。はい、はい、待ちます。完成しました。こちらです。すごく美味しそうじゃないですか、まあですね、これ持ってください。なんかバターのような香り。油、これクジラの油なの。そう、クジラの油です。すごいね。あ、シャシャになりましたね、やっぱり。うん、油が、うわ、あ、すごい油。うわ、うまそうだな。一回飲む、こういって。彩りを添えますか。鷹取り、いただきます。いただきます。本当だ、短くなる。ちょっとクジラ食わず焼いてみよう。あなたのいいよ。クジラ美味しそう。そうなの。じゃあいただきます。タケノコ。同じこと言う。ハモトタロイは、あ、うまい、うまい、うん、取れたて、今朝取れたタケノコ。あ、うまい、あ、うまい、うまにいいですね。うまに、うまい、うまい、うん、うまい、ブリンブリン、すんげえ歯ごたえ、うまっ、うん、クジラうまっ、クジラ、ちょっと食わず嫌い、歯ごたえすごい、そぐらいだったらいい、食わず嫌いいってみます。もう、まあ、うまい、ホルモンみたいな、これなら全然食える、うん、もうね、刺身が苦手なだけかもしれない、うん、あ、めちゃくちゃうまい、ね、あ、おいしい、うん、今度、うん、白菜うまっす、先が一番うまい、うん、うん、うまっ、うまっ、柔らかいもんね、うん、うわ、うまっ、食感もなんかいいですね、うん、ミルフィーユ的な、ね、うまい。このあっさり、さっきうまっ、もう先はこれ、まあこれちょっと追加で持ってこようか、持ってこよう、めちゃくちゃうまい、さっきうまっ、うまっ、辛うまいよね、うん、
こういう煮物が一瞬で売り切れるのは珍しいもんね。うまー、油がすごいよ。タケノコ非常に美味しいございます。新持って出したタケノコやけね、田中さんが、ね、これお店で出したら大喜びなレベルでうまいね、うん、居酒屋さんのお通しでこんなの出てきてほしい ね、 ね、いや、ほんとほんと、うまい。タケノコめちゃくちゃうまいね、なんこれ。椎茸うまっ。椎茸うまいやろ。これも山で入った、今朝採れた椎茸、うん、マジでなんか先端ば置いとく、すごい量食ったよ。あとやっちゃんの分残しとこう、うん、すごい量食ったね、あったのに、うん、でかいで正解でした。ちょっとめっちゃうまっ。でかくていいやろうか、ちょっと足らんもんな。まだまだ食いたい。クジラの出汁っていうか、うん、ねえねえ、合うってやろうね、うん、まあ、合うじゃね、ね、そんなうまいと思えた、うん、手のことのこの小葉焼き、ね、あのうちの母ちゃんの小葉焼き、小葉焼き、小葉焼き、やっぱ小葉焼きなんだ。小葉焼き、今度あのちょっとさ、親子丼とかの出汁っぽいけんさ、おば焼き丼作る。おば焼きにして卵にして丼にのせて美味しそうよね。もうこれで炊いてよかかもしれない。ねえ、もうこれでご飯炊きたかぐらいマジのマジのめっちゃで、今度おば焼き丼作ろうということで、はい、しいたけ関係ない。しいたけももらったけどさ、たけのこ掘りに行って美味しかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。釣り岡7月7日から春のグッズを販売しております。はい、前回大大好評だったあの後ろ姿が今回は前向きになってます。 T シャツ、はい、とあと缶バッジですね、はい、缶バッジとあとタンブラー、はい、これも一緒のデザインでトートバッグを発売してます。はいはい、全種類買うとシークレット缶バッジももらえるので、はい、ぜひサイトをチェックしてください。はい、概要欄に載せてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。買ってます。